夢キャリの近子です。今回は愛知銀行の黒川支店にお邪魔しています。法人紹介を担当されている近藤さんに密着していきます。おはようございます。おはようございます。はじめまして、夢キャリの近子です。はじめまして、愛知銀行の近藤です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここは僕が普段働いている営業室です。近藤さんの今日の1日のスケジュールを教えてください。朝8時半に修業してからはアポイントですとか予定が入っておりますので、情報とか確認して資料を作ってからお客様のところに訪問します。話をした後に、起点して支店に戻ってきて、先輩たちに案件の報告をして、基本的にそれが通常ではあるんですけど、外に出なくても1日こもって事務作業をしたりだとか、もしくはもう1日中ずっと出ずっぱりでっていうこともあるので、みんなで自由に予定を組んでやってます。そうなんですね。近藤さんの業務内容について教えてください。はい、法人のお客様に対してご資金のご提案ですとか、今ソリューション提案といって、例えば事業承継に課題を抱えるお客様ですとか、人材についてちょっと課題を抱えているお客様に対して、こういった提案がありますよっていう情報提供とご提案をさせていただいているのが今の僕の業務です。デスクワークの後はお客様に何件も電話して訪問のアポイントを取っていました。デスクワークを終えるとお昼休憩です。いつもはお弁当をご持参されてるんですか？普段は妻に弁当を作っていただいてもらって、でここで食堂で食べたりするんですけど、外回りやってるんで、なかなか自分の予定通りにはいかないことが多いので、外でちょっと外食したりとか、お客さんと食べることもたまにあったりします。職場の雰囲気ってどうですか？銀行なんで結構人の入れ替わりが多いので、僕が働いているこの職場は非常にアットホームで、何でも相談しやすい、冗談も言い合えて、もちろん怒られることもありますけど、いい意味で長引かせないというか、怒るときは怒って楽しむときは楽しんでっていう非常にいい職場で、雰囲気で働かせていただいています。そうなんですね。今からどこに行かれるんですか？今からお客様のところに行きます。では行きましょうか。はい、お願いします。お願いします。お客様のところへ行くときは自分で車を運転することが多いそうです。愛知銀行の近藤と申します。お世話になります。社長とアポイント取らせていただいておりまして、参りました。はい、お願いいたします。到着しました。今からお客様と商談をしてまいります。では行ってきます。はい、頑張ってください。失礼します。今はどういう商談だったんですか？はい、当行からご資金の方のご提案をさせていただいておりました。結果うまくいきましたか？そうですね、当行の条件とお客様の要望されるニーズ、そういったところちょっといろいろ意見をぶつかり合ったんですけど、結果的にご了承いただきまして、うまくいきました。よかったです。お疲れ様です。ありがとうございます。草川さんから見た近藤さんってどんな人ですか？最初は気の優しい子だなっていうふうにも思いながら、実際も気の優しい子だなというそのままの見た通りではありながら、信頼もできるし、頑張ってきてくれてる子だなというふうには感じてはいます。期待はしています。商談が終わると会社に帰り、支店長へ報告を行っていました。どういう話をされてたんですか？はい、お客様と話してきた提案内容ですとか、お客様の希望ということについて支店長に相談させていただいておりました。お疲れ様です。お疲れ様です。外に営業して行った時はいつもそういうお話をされるんですか？そうですね、基本的にお客様とこういう話があったんですってことを伝えると、僕だけの視点じゃなくて、支店長、上司からの視点からの提案とか、こういったこといいんじゃないっていうふうにアドバイスをいただけるので、行った先のお話については報告するようにしてます。中野さんから見た近藤さんってどういう人ですか？優しい先輩っていうのが一言なんですけれども、めちゃめちゃ忙しい方なんですけれども、質問があったりして聞くといつもこう手を止めて教えてくださるので、本当に心強い存在だと思ってます。
働く上でのやりがいを教えてください。はい、外回りの1年目から人生経験豊富な社長様 とお話しさせていただく機会が本当に銀行の業務はあって、普通のお仕事をまあしてたらそこのトップに対して意見とかものって言える機会というかそういうこともないと思うんですけど、そういったことができるのが非常にまあ銀行の営業のやりがいというかかなと思います。近藤さんが思う愛知銀行の強みって何だと思いますか？はい、強みですね。もともと中央総合銀行から愛知銀行に変わって非常に長い歴史がありますので、その歴史ある愛知銀行っていう看板を背負ってお客様と話すことができるので、どんだけ若手であっても社長と面と向かって1対1で話すことができるっていうのがまあ一つ強みなのかなと思います。逆に弱みとか課題って何だと思いますか？はい、今中京銀行と、経営等をさせていただいておりまして、まあ、それに向けて今進めてるんですけど、これからどういうふうに統合して中身の方が、まあ、組織としても変わってくるので、まあ、そこをしっかりクリアしてお客様にも不安を与えないようにやっていくっていうのはまあ課題になるかなと思っております。働き方の自由度だったり、はい、残業はどのくらいあるんですか？はい、営業っていう立場なので自分で予定を立ててでお客様の都合に合わせて動くっていう風なのでだいぶ自由度はありますね。定時で帰れるかどうかっていうのもやっぱり自分の仕事量次第、ちょっと急ぎの案件とかお客様が早く回答が欲しいよって言われているようなことは早くやらなきゃいけないんで、ちょっと残業することももちろんあったりしますけど、効率的にやろうっていう風にまあ会社全体でもなっておりますんで、やったとしてもまあ、定時が5時半なんですけど遅くともまあ7時には帰ることがほとんどですね。働いてる上で大変だった経験があれば教えてください。はい、営業という仕事をしておりますのでこう数字っていうところはやっぱり、まあ、一つ大変なところかなと思いますね。自分たちの思いだけじゃお客様も納得いってくれない、お客様の希望もあってこっちの譲れない希望もあってっていうところがあるので、そこがやっぱり一番大変かなというふうに思いますね。結構そういう目標とかノルマも厳しいんですか？まあ、もちろん営利企業ではありますので、目標というのは、まあ、支店全体でこう与えられてやっていくんですけど、まあ、あくまでみんなでやっていくっていう風なので、まあ、一人に課せられたものじゃなくてみんなで協力して、まあ、どういう風にやっていこうかっていうところを考えながら助け合いをしながら目標を立ててやっているので大変ではあるんですけど、まあ、それも一つのやりがいかなと思ってます。じゃあ結構チームで頑張ることが多いんですね。そうですね、まあ、一人で完結する仕事が本当にないので、一人で結構バリバリ頑張ってるイメージがあったので、はい、結構印象変わりました。本当ですか？よかったです。近藤さん の愛知銀行の志望理由を教えてください。はい、どうしても銀行って扱うもの正直一緒で、まあ、例えば車作ってとかそういうのと違って色がないので本当に人の色っていうところしか正直なかったんですけど、いろいろ面接とか説明会とか行かせていただいた中で自分の雰囲気に合ってるのが、まあ、愛知銀行かなと思って選んで入社させていただきました。うん、ね、愛知銀行はどんな人が多いんですか？まあ、僕が受けた時の人事の方もすごい優しい方、話しやすい方、すごい自分のまあ、素を出してくれる方っていうのが多くて、実際に入社してみてそのイメージそのままで、もちろんいろんな方はいるんですけどやっぱりすごい話しやすい方、フレンドリーな方、いい環境で仕事ができるっていうところは感じました。はい、近藤さんの今後の目標はありますか？僕ら営業担当は担当者競争といって収益ですとか、まあ、獲得したものに対して、まあ、得点がついておりまして、そこで競い合ってるのでまずはそこでトップになれるように頑張っていきたいと思います。今はどのくらいなんですか？まあ、上から数えた方が今のところはまだ早い。まあ、まだまだ上には上がいるのでそこに負けないように頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日は一日密着ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今日はこの後はどうされるんですか？個人的なことなんですけど、今日結婚式記念日なので、ちょっと妻にケーキを買って帰りたいと思います。じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は愛知銀行黒川支店にお邪魔させていただきました。この動画を見て愛知銀行についてもっと知りたいと思った方は概要欄にあるリンクからマイページ登録をお願いします。お待ちしてます。
うん。